ゴッドファーザーは1972年に公開されたアメリカ映画。監督はフランシス・フォード・コッポラ、マリオ・プーゾの小説、ゴッドファーザーの映画化作品。ゴッドファーザーとは日本語版では原作、映画ともに名付け親と訳されているが、正式にはキリスト教文化において洗礼式に選定される大父母のことであり、その後の生涯にわたって、 第2の父母として人生の貢献を担う立場である。公開されると当時の興行記録を塗り替える大ヒットになり、同年度のアカデミー賞において作品賞、主演団優賞、脚色賞を受賞した。1990年にはアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録された。第2次世界大戦終戦直後の1945年。 ニューヨーク五大ファミリーの一角で最大の勢力を誇るイタリア系マフィア、コルレオーネファミリーの邸宅では、ドンコルレオーネの娘、コーニーの結婚式が盛大に開かれていた。ドンには他に三人の息子と一人の事実上の養子がおり、その中で末ッであるマイケルはただ一人裏社会には入らずに大学を経て軍隊に入り、戦場での活躍で英雄扱いを受けていた。 式に参列したマイケルは婚約者の刑を家族に紹介し祝福される。その華やかな雰囲気の一方で、李藤は娘をレープされた葬儀屋の男の聖願を執務室にて受け、困惑しながらも、その報復を部下に指示する。また、自らが大父となった歌手のジョニーからも困願を受け、弱気なジョニーを知った激励しつつ、事実上の容姿であり、 組織の弁護士活顧問であるトムを介して、ジョニーを干そうとしていたプロデューサーのウォルツを脅し、彼が大事に育てていたお馬の首を切り取り、彼のベッドへと放り込ませる。ある日、古代ファミリーのタッタリアファミリーの客分で、麻薬密売人のソロッツォが、政治家や司法界への人脈も厚いコルレオネファミリーに、麻薬の取引を持ちかけてくる。麻薬取引を固く禁じる美党は拒絶するが、 長男で、後と次のソニーは、乗り気の姿勢を見せたために、ソロッツォは邪魔な微刀を消せば、取引は、可能と考える。ソロッツォは、微刀襲撃事件を引き起こし、微刀は、複数の銃弾を受けて、昏睡状態となるも、一命を取り留め、思惑が外れてしまう。一方のコルレオーネファミリーでは、ソニーは、報復を訴えるも、全面抗争は避けるため様子を見ることになる。 そんな中、夜半の病院で、未だ意識の戻らない父の見舞いに来たマイケルは、護衛たちが警察の指示で追いやられたと知り、敵の暗殺者が迫っていることに気づく。マイケルは起点を聞かせて、同じく見舞いに来ていたパン屋のエンツオと共にタッタリアの襲撃者をやり過ごす。間もなくタッタリアの依頼を受け護衛たちを帰らせた、マクラスキー警部が病院に到着し、 目論みを失敗させたマイケルの顔面を殴りつける。平原の起点で護衛問題は片付くが、再度父を狙われたことに激怒したソニーはたったりあの、後継にブルーノを殺害し、ここに全面構想が確定する。また、父を守る思いと怒りに燃えるマイケルは、裏社会に入ることを決意して、兄ソニーや父の名優で幹部のクレメン財やデッシオに相談する。そして、 マイケルは、ソロッツォとマクラスキーとの会談に応じるふりをして、レストランでの会談の席で二人を暗殺すると、刑に黙ったまま、組織と絵が深いシチリア島へ高飛びする。その後も、ニューヨークでの抗争は、熾烈を極めるが、コルレオーネファミリーは、ソニー式の下でタッタリアに大損害を与えていた。コルレオーネの勝利が間近と見られていたが、そんな折に、 ソニーは妹コニーがその夫で規定のカルロより、日常的に暴力を受けていることを知って、激しく怒り、カルロを問い詰めるために単身屋敷を飛び出してしまう。その隙を狙われ、ハイウェイの料金所にて、ソニーは短期間銃の集中射撃を浴びて、無残に殺される。一方、シチリア島で知り合った現地の美女アポロニアと結婚し、安穏とした生活を送るマイケルにも、 敵の手が伸び始めており、護衛役のファブリツィオの裏切りで、アポロニアが爆死する。意識を回復するも、まだ体調は万全ではないビトウは息子、ソニーの死にショックを受けつつ、タッタリアとの手打ちを決める。コルレオーネに次ぐ勢力を誇るバルジーニが、仲介役となって五大ファミリーの会合が開かれ、その場でビトウは、麻薬取引を部分的に認めつつ、残る息子、 マイケルの身の安全を要求し、タッタリアとの講和が結ばれる。その木と、微刀は共に、今回の騒動の黒幕はバルジーニだと指摘する。微刀は帰国したマイケルを正式に、ファミリーの後継ぎにすることを決め、自らは相談役として退く。若く新参のマイケルに不安を覚える部下たちも多い。中、マイケルは5年以内にファミリーを合法化して一部の、島は譲るといい。 また有能だが、平時の人材と目する義兄とムを遠ざけ、ファミリーの仕事を従っていた義弟カルロを徴用する。加えてマイケルは、K と再会して結婚し、二人の子供を設ける。しかし、コルレオーネファミリーは落ち目だと内外にみなされ、始めており、ラスベガスを新天地とする構想は、時系、フレドを預かっているラスベガスの有力者、モーグリーンとの対立で破綻する。 また、死期を悟った美党は、マイケルに、自分の死後に、バルジーニが動き出すだろうと忠告し、さらに彼との会談を持ちかけてきたものが裏切り者だと、指摘する。まもなく、美党は、孫と再園で過ごしている際に、心臓発作で亡くなり、その葬儀の場でテシオが、バルジーニとの会談を持ちかけてくる。マイケルは会談の日を、自らが、大父となる妹、 コニーの息子の洗礼式の日と定める。洗礼式当日。マイケルは信頼するロッコやアルネリラに命令を下し、バルジーニを含めたニューヨーク語大ファミリーのドン全員と、ボーグリーンの同時暗殺を実行する。さらにテシオを粛清し、ソニー暗殺に加わっていたカルロをも粛清する。数日後。勉強を控えたコルレオネテイにひどく取り乱したコニーが、現れ、 宣令式の日にその父親を殺したこと、そもそも初めから殺すために手元に置く目的で徴用していたことなどを指摘し、兄、マイケルを人でなしと罵る。それを聞いて心配になる刑は事実かとマイケルに問うが、彼はこれを否定する。表面的には安堵の顔を浮かべる刑であったが、新たなカポレジームがドンコルレオーネとしてのマイケルに忠誠を誓うところを、 彼女が眺めるシーンで物語は終わる。マーロンブランドイタリア系の小説家のマリオ・プーゾは5作目の長編小説の題材としてニューヨークの犯罪ファミリーを選んだ。出版社からわずかな前払い金を受け取って書き始めた小説マフィアをプーゾはパラマウント映画に売り込み、1967年3月、パラマウントは映画家権を買い取ったことを発表した。プーは パラマウントの経済的援助を得て、執筆を進め、1969年3月10日に446ページから、なる小説、ゴッドファーザーを上司した。原作は、同年9月に、売り上げ1位を記録し、67週間にわたって、ベストセラーリストに止まった。1969年秋から1970年冬に、かけて、 パラマウントの重役のピーター・バートと制作部長のロバート・エヴァンスは制作スタッフを探しにかかるが有名なプロデューサーたちはマフィアを理想化したようなこのプロジェクトに加わることに消極的であった結局映画のプロデューサーはその時点で一本のテレビ番組と一本映画の経験しかないアルバート・エスラディが務めることとなり1970年3月23日パラマウントは ラディの会社アルフランプロダクションを通して映画の制作を行うことを発表した。1970年8月10日にプーゾは脚本の第一稿を完成。同年9月27日、パラマウント映画は監督にイタリア系のフランシス・フォード・コッポラを選んだことを発表。当時のコッポラは批評家からの評価は高かったが、工業的にはまだ成功を体験していない。 いわばマイナーな監督であった。コッポラは原作者のプーゾと組んで脚本を執筆していったが、その開口が進む中で徐々に物語の中心が父美藤から息子マイケルに移っていった。主人公である美藤役にはプーゾが想定したマーロン・ブランドが起用された。ブランドは当時すでに大物俳優であったが、落ち目と見られており。 さらにわがままで現場をかき乱す俳優だと思われていたので映画制作者たちは敬遠した。ブランドは同作品の企画を知り、尾藤役に自分を売り込むため、自分のイメージフィルムをコッポラに送った。原作の尾藤のブルドッグのような人相に見せる、ため口に綿を含んで顔を変え、渋みの演技が行えることを強調した。この努力が功を奏し、彼は見事、 美薬を獲得することができたこの時ブランドが結んだ契約条件は出演料ゼロロイヤリティとして工業収入の数パーセントを上限150万ドル付けで支払うブランドの撮影中に起きた損害はすべて自腹で負担させるというものであった1970年の終わり頃からキャスティングは開始された主要人物の中で最後まで決まらなかったのが マイケル役であった。制作者側は、マイケル役にロバート・レッドフォードを起用しようとしたが、コッポラとアルバート・エス・ラディは、1969年上演の、ドーズ、A タイガーウェア、A ネクタイ、で、トニー賞を受賞したアルパチーノこそが敵役といって、譲らず、粘り強い交渉の末イタリア系のパチーノの起用に、こぎつけた。1971年3月4日、パラマウントは、 パチーノの配役決定を発表した。また、当時若手であったコッポラをサポートするために、スタッフにもトップクラスの人材が集められることとなった。その中でも撮影監督であるゴードン・ウィリスと美術を担当したディーン・タボーラリスの功績は大きかった。ウィリスの下にはカメラオペレーターとしてマイケル・チャップマンがついた。メイクアップデザイナーはリック・スミスが担当した。 撮影は1971年3月23日、ニューヨークのラジオシティミュージックホール前のシーンから開始され、同年8月7日まで行われた。当初、コッポラは映画を125部の作品として編集したが、パラマウントは、こんな作品は予告編にしかならない。もっと長くしろと要求。コッポラは、普通は、もっと短くしろと言われるものなのに長くしろなんて、 普通じゃないと反論した。177分のファイナルカット版は1971年11月に完成し、映画は翌1972年3月に公開された。コッポラは黒沢明監督作品である、悪い奴ほどよく眠るの、結婚披露宴から始まるという展開に感心して、本作でも採用した。百七十二年三月十五日に、 全米で映画が公開されると爆発的なヒットとなり、上手に破られるまでのハリウッドの興行収入記録を打ち立てた。批評家たちからも映画の内容を絶賛され、同年度の第45回アカデミー賞で作品賞を獲得した。続編のゴッドファーザーパート2もアカデミー作品賞を受賞したため、今日に至るまで声変と続編でアカデミー作品賞を獲得した。 唯一の例としても有名。マーロン・ブランドは、美等役での年齢を重ねていく演技が絶賛され、アカデミー主演男優賞を獲得した。アルパチーノや、ジェームズ・カーン、ロバート・ディバルなど共演した俳優たちも、この作品によって一気に、スターダムにのし上がった。2006年には、ゴッド・ファーザーの世界観をモチーフにした同盟の、ビデオゲームが、エレクトロニック・アーツより発売された。 コッポラは本作を制作中にヒット作フレンチコネクションを鑑賞しており、その出来栄えを高く評価し、同じマフィア映画でもゴッドファーザーは暗くて退屈で悲しい映画だ。男が座って会話する場面ばかりだ。フレンチコネクションのようにヒットすることはないだろうと語っていたという。その後、本作が成功したのは私の力ではない。 多くの優秀なスタッフに恵まれたからだと謙虚なコメントをしている。カクテルのゴッドファーザー公開当時にはアメリカ国内ですらあまり知られていなかったイタリア系マフィアの世界を一般に知らしめ現在に至るまでそのステレオタイプを確立した映画である。マフィアを題材にした作品として抜群の知名度を誇るため他の映画やテレビドラマ、ゲームなどでパロディにされることも多い。 作中でしばしば繰り返される印象的なセリフ、奴が決して断れない申し出をするは特に有名であり、ブランドの特徴的な話し方とともにしばしばモノマネの対象となっている。2005年にはアメリカ映画協会選定の名ゼリフランキングの第2位に選出された。また、カクテルのゴッドファーザーはこの映画から名付けられたものである。ゴッドファーザーの第1作と第2作で、 マフィアの暴力を間接的に来賛しているとして映画の人気とは対照的に知識人たちから批判を受けたことをコッポラは告白している。評論家選定の映画ベスト100などのリストで必ずと言っていいほど上位に名前が挙げられる作品である。以下は日本でのランキング。ありがとうございます。